博物館は大阪市中央区の NHK 大阪放送局に隣接して立つ大阪市立の博物館。館長は大沢健一。大阪城公園の南西、南馬旧石公園の北西に2001年開館した。設置は大阪市教育委員会。地下1階に南馬宮以降が保存され、ガイドツアーによって見学が行われている。当館の前身は、 大阪城公園内に1960年に開館した大阪市立博物館である。同博物館は歴史系博物館の先駆的な存在であり、資料あるいは資料を持たず、ゼロから出発した開館以来、市民に支えられ、共に歩み続けてきた。その精神は大阪歴史博物館にも引き継がれ、館倉資料は10万点を超えている。 大阪市立博物館には1982年発足の大阪市立博物館パルの会という友の会組織があったが大阪歴史博物館でもその流れを組む歴博友の会が活動している博物館の展示構成は常設展示と特別展示に対別される10階から7階が常設展示6階が特別展示となる常設展示の展示コンセプトは都市 大阪。観覧車はエレベーターで10階まで上がると、奈良時代のナンバグー大極殿が現れ、9階には、本願寺の門前町であった室町時代から豊臣秀吉による大阪城築城を経て、天下の台所と称された江戸時代までの大阪の町が広がり、7階には大正から昭和初期にかけての大大阪時代を再現している。8階には、 原寸大に再現した発掘現場を設けている。開館以来、運営は大阪市文化財協会に委託され、2006年度から2年間の予定で同協会の指定管理に移行した。同様の方法での博物館の指定管理受託は大阪府文化財センターでも行われている。ありがとうございます。